サックス奏者の孫脇亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、サックス奏者の方に限らずぜひ皆さんに見ていただきたいんですけれども、音程について中級編ということでお送りしていきたいと思います。この動画はですね、以前にアップさせていただきましたこちらのですね、音程についてという動画の続編になっておりますので、まだ見てないよって方はぜひそちらから見ていただけると嬉しいんですけれども、前回の動画ではですね、この音程っていうのは何かっていうお話をさせていただきました。単純なこう音と音が合うか合わないかということではなくて、音の距離の音程ですね、3度とか4度とか聞いたことあると思うんですけれども、その数え方っていうことと、あとはちょっと発展的な内容で単2度とか単7度とか、そういった話もちょっと踏み込ませてもらったんですけれども、今日はですね、その前回のものよりもちょっと踏み込んで3度とか、そういったところをですね、ちょっとお話ししていきたいなと思います。動画のサイズによってですね、どこまで話せるかちょっとまだわからないので、ちょっとやってみて入るところまで、だいたい皆さんが見やすいぐらい長さで収まる範囲までちょっとお話をしていきたいなと思いますので、興味ある方ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。というわけで早速いってみましょう。はい、ということで、今回ですね、前回のものを踏まえてちょっとやっていきたいなという範囲なので、簡単におさらいをしていきたいなと思います。音と音の距離に関してを音程という言葉で表しますよとお話をしまして、例えばドからソと音が離れている場合はドが1度で、ドレミファソと、ドからソは5度ですよという数え方をお話をさせていただきました。そして全音ですね、例えばナチュラルのドとレ、これは全音という距離感ですけれども、全音の場合は超2度と表します。そして半音の場合は単2度と表します。そしてですね、それと対になっているというか、ちょうどこう反対の関係にある展開音程ですね、7度というのがあるんですけれども、例えばドとレだったら、こうひっくり返すとレとドという距離感になりますね。でドとレっていうのは超2度なので、レとドになると単7度になりますよと、もう超と単がひっくり返りますよというお話をさせていただきました。これを踏まえてですね、まずこれからお話ししていきたいのはですね、3度のお話でございます。この3度の音程っていうのは本当によく出てきますね。ハモった時によく響くのは3度の音程なんですけれども、例えば3度どれぐらいかっていうと、ドからミですね、ドとミのハモリ、これよく聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけれども、だいたいメロディーラインのですね、3度上か3度下に並行してですね、こうメロディーラインなぞるとだいたいいい感じにハモります。ただこの3度にもですね、もちろん超短がございます。ではまずこれからですね、今日、一番大事になるであろう部分のですね、超3度単3度についてお話をさせていただきたいと思います。まずはですね、超3度についてお話をさせてください。超3度って音程どれぐらいの幅なのかっていうとですね、ドからミです。これが超3度なんですね。このですね、超3度と単3度、こう見分け方めちゃくちゃ簡単なんですよ。まずはですね、発鍵だけで考えてください。ピアノをちょっと思い浮かべていただいて、黒鍵が入ってくるとちょっとややこしくなるので、音程を考えるときはまず発鍵を想像します。ドレミファソラシドですね、もうフラットとかシャープとか全部抜きのただのドレミファソラシドを想像して、そのドとミが超3度なんですけれども、他にですね、じゃあ超3度どこかっていうと、ファとラですね、これも超3度です。そしてソとシ、これも超3度です。この発鍵のですね、超3度って実はこの3つしかないんですね。ドからミとファからラとソからシと、これしかないのって思いませんか。じゃあ残りって言うとあれですけど、レからファとかミからソとか、これ何なのっていうと単3度なんですね。この超3度と単3度、最大の違いは何かっていうと、この3度の間にですね、ミとファもしくはシとドが入ってるかどうかってことなんですよね。鍵盤を思い浮かべていただくと分かるんですけど、例えばドとレの間にはドシャープっていう黒鍵が入ってますよね。でレとミの間もレシャープ黒鍵入ってますよね。なんですけど、ミとファの間って黒鍵ないですよね。ということは、ドからミまでの間はですね、半音がドシャープとレシャープと3つ入ってるんですけれども、例えばこのミファを含む音程ですね、レミファっていう音程があったとしたら、間に入ってる半音ってレシャープとミだけなんですよ。つまり半音が3つ入ってれば超3度、2つしか入ってなければ単3度という計算になるんですね。ただこの半音をいちいち数えるのめんどくさいので、
ミファと指導を含むかっていうのをまず考えてみてください。これかなり画期的なカウント方法じゃないかなと思います。なので例えばパッと見た時にミソって音程、これ何度ですかって言われたらミファを含んでますよね。なのでミからソという音程感はこれは単三度だと言えます。で逆にじゃあファからラ、これ何度ですかって聞かれたらミファもシドも入ってないので超三度ですと即答できるという、これすごくないですか僕はもう本当にこれで最初一生懸命見分けるようにしてました。慣れてくるとまあもう何が超三度で何が単三度かもう形で分かっちゃうんですけれども、最初はですねこう数えないといけないので、ぜひこのミファとシドが入ってるか入ってないかっていうので判断をしてみてください。この超三度単三度これ見分ける練習っていうのをしていただきたいなと思います。まずはですねレベル1ということで発見だけで問題を出していきますね。ぜひやってみてください。ミファかシドか入るかどうかが肝でございます。では行ってみましょう。はい、いかがでしたでしょうか。なんとなく分かりましたか。ミファかシドが入ってれば単三度、入ってなければ超三度ですね。ここからですねちょっとパワーアップさせていきたいと思います。ここにですね黒鍵が入るとどうなるかっていう話ですね。これを考えてみましょう。例えば、ドからミ、これはミファも入ってないので超三度ですね。この超三度なんですけれども、これが例えばドとミフラットだった場合どうなるか、まあ差し抜いたらすぐ分かると思います。これは単三度ですね。超三度よりも半音低くなってますから単三度という音の幅になってます。では続いてこちらどうでしょう。ミとソシャープですね。これはですねまず臨時記号調合をなしにして考えます。その時にミからソ、これ何度かっていうとミファを含んでるので単三度ですよね。そこにソシャープがついてるっていうことはミソよりも半音広がってますよね。なのでこれは超三度という響きになるんですね。どうですか、わかりますか。これ結構わかりやすいんじゃないかなと思います。なので、まあ、考え方をまとめるとですね、まず臨時記号と調合を外すと、そしてミファとシドが入ってるかを判断する、そこから超か単かを判断するという感じでございます。どうでしょう皆さん、これだったらすぐできるんじゃないでしょうか。まあ、ただですねこの音程の幅、まあ、この間2度と7度の時にはお話ししなかったんですけれども、超短以外にもですね実はもう半音広いバージョン、もう半音狭いバージョンっていうのもあります。それが聞いたことあるか分かんないですけれども、増と減という言葉で表します。例えばですね超三度、このドからミという音の幅よりもさらに半音広がった場合超超三度とかにならないんですよ。これ何になるかっていうと増三度っていう、マス三度と書いて増三度ですね。そういった音程の幅になります。逆にですね単三度よりも半音狭まった場合、これ何になるかっていうと減三度という表し方をします。減るに三度ですね。どうですか、これもちょっとややこしいですよね。ただ減三度の場合単三度よりもさらに下がってるので超二度と同じ幅になるんですよね。まあ、これ同じじゃないって感じなんですけど、まあ、楽譜のですね起譜の方法によってですね三度で書かないと和音的に合わない時があるので、まあ、こうやって書き方をするんですけれども、まあ、そんなには出てこないですね減三度とかは。でちょっと頭の片隅にですね置いといていただけるといいかなと思います。ではですねこちらも練習問題やっていただきたいなと思います。先ほどの超三度単三度っていう問題の、まあ、ちょっと発展バージョンということで臨時記号調合をつけて問題を出しています。よかったら頑張って解いてみてください。というわけでこんな感じでございます。
はい、ということでいかがでしょうか。こんな感じで3度の音程感っていうのをやらせてもらったんですけれども、ここからですね、この3度と対になる音程感もちょっと解説させてください。それがこちら6度でございます。この間説明させていただいたようにですね、2度と7度っていうのは裏返しの関係にあるんですけれども、この3度と6度っていうのも裏返しの関係にあります。例えばドからミですね、これをひっくり返してドが上になるとミからドになりますね。でこれ何度かっていうとミファソラシドとちょうど6度になるんですね。足した時に9度の音程感になるっていうのが一応法則なんですけれども、これが展開音程の関係にあるという感じですね。でこれもですね、この間の2度7度と同じでですね、長3度をひっくり返すと短6度になります。逆に短3度をひっくり返すと長6度になると。で弦と増もですね、ひっくり返すとそのままひっくり返るんですけれども、それはあんまり使わないので覚えなくていいかなと思うんですけれども、ひとまずですね、この長短がひっくり返るっていうのはぜひ覚えてみてください。なんで、例えばじゃあドからミ、これ長3度ですけれどもひっくり返すと短6度ですね。つまりミからドっていうのは短6度だという音程感でございます。ドからラっていう音程感があったとします。これ何度かって数えるのちょっと大変ですよね。なんですけど、これはですね、考え方に順序がありまして、まずですね、展開音程の3度を考えます。なのでラからドですね、ラド、これは何度かをまず考えます。でシドを含んでいるので単3度ですね。そこからひっくり返すことで、ドラっていうのは長6度だっていうのが分かるんですね。どうでしょうか、ちょっと難しいですかね。まずはちょっと初級編って感じで、発見だけで6度の問題ちょっと出してみますので、一回ちょっと展開を考えればすぐ分かりますね。これ臨時記号がつくと、もうひっくり返してから幅を考えてもう一回ひっくり返さないといけないので、ちょっとワンステップ難しいですけれども、ちょっと2段階でですね、練習問題出してみようと思いますので、ぜひ解いてみてください。こんな感じでございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日はですね、3度と6度のお話をさせていただきました。もうちょっと踏み込んでもいいかなって思ったんですけど、ちょっとパンクしそうなんでちょっとやめときますね。僕も解説ちょっとあんまり1個に詰め込んでもしょうがないかなと思いましたので、次回ですね、残ってる4度5度ですね、これをやっていきたいと思います。これは長短では表しきれない、また別の言葉を使うので、そちらをですね、ぜひ解説させていただきたいなと思います。かなりニッチですよね、これどこで使うのって感じなんですけど、知識として持っておく分には全然損はないかなと思いますので、ちょっと勉強がてらぜひ一緒に頑張ってやってみましょう。ということで、今後もですね、こういった動画作っていきたいなと思いますので、リクエストありましたらコメント欄で教えてください。 Twitter やブログもやっておりますので、概要欄から遊びに来てください。というわけで今日の動画はここまでになります。もしよかったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。Just to watch the ships at night on the San Francisco Bay. Oh, lover, please, please stay. Don't say you have to go. Don't say you need to run.